ルさんの緊急参加しました。亀井さんはマルさんのモルガン対テイルルマルティ3, 2, 1, さあ実況していきましょう。第1ラウンド、さあ弓矢がしゃがみ当たられるのがめんどくさい位置、しかも固められたらもちろんモルガンは逃げるのが難しい。さあ早速 2C 一発で亀梨の追い込み、8人が当たるが空中で8人がカウンターして水木使ってジャンプし、ヘビーさあ新キック、この足が小野さんの技を通って足から、さあ表裏表裏は失敗して小足で動かして、さあ光がけ、右端を当ててさあ戻っていく、もう一度新キックがかかって、さあ丸さんの頭を取り出して、さあちょっと最近よく暴れる手入れの見えが通って、さあ何を通す、さあ亀梨、おっと丸さんが小足で暴れて勇気がある、さあ表裏前提に逃げられて、なんか当たってないコマで、おっとおっと、対してはコマを通すがコンボミス、マヒアが出ない、さあ弓矢で固めて、ボーシーに対してはサイクロンで暴れて勝った、ラウンド取ったのはセルルマルチ、開幕立ち入りは倒されたけどラウンド取れなかったというマルチ、さあ仲間を出して弓矢で暴れ潰しをしていく、さあ打って帽子を打ち合わせから、またひねり5分打ちからジャンプへ入ってくる、さあ C アンで倒してヘビーが変な時に割れて、さあモルガン 5C からまた固めに行って、とりあえず指輪に青点する、そしてさまたサスケが入る、そのところにあーなんかモップはカウンターしてビールに使って結構減った、もう画面端一回と出せるぞ、あと低空モップが通ってジャンプ A からのフルコンで勝ったのはセイリルマルチ、あ組み合わせ的にはやっぱりシズルは彼らきついイメージですけど、なんとか息を使って思ったらもう開幕の目の前通って体力も半分あるじゃないか、さあ一番になっておっと体育は上手だとする、息で飛んで息からのコンボは見せたら動かす、さあラスキーに対しては立ち見にホームラン飛んでやる、最後はめくりジャンプに通してラウンド取ったのはゴボウさん、さあ開幕ハイジャンプ機を通す、バンカーヘビーを通して、さあ2人ヘビーが押される、ヘビーが先はボスで伝えて一気発動、下段からまさか 2C から、下段からリターンを取るなんて珍しい、さあうずき暴れ、最後は勝利で暴れてラウンド取り返すのはキャメイさんのチズル、さあラウンドは続くより開幕カズラはジャンプの前でコンボミス、さあ決勝するまでヘビーが通ってかくらじめ、ヘビーのヘビーは見つけ、なんとも叫ぼがあろう、ヘビーはカウンターして、コンボは本当に気が失敗してラケで切り返す、ハイジャンプシーンを扱ったところに押さえて、しっかりスコーは撃退がカウントある、最後はミンター撃退から、あーカウンターのジャンプからスクールコンが通って勝ったのはゴボウさんのカウンター、退屈主義になりませんでしたね、さあ最後大事なことにいきましょう、この組み合わせはゴボウさんがマルチタイプのしっかり頑張っている様子です、さあ花火と熱波によるゴボウさんによる相手を見かけさせない、さあ花火はなんとか耐えて赤
赤点になってる。最後はさあ、最終最後の最後に 2T を取る。さあ、2T 水木を通して、この話投げを通して、おっと、相手の投げ下を読んだジャンプからフルコーン、ジャンプにはヘビー、ヘビーからジャンプ、ジャンプへフルコーン。さあ、高めから投げる。投げを通して、ラウンド取るのはフィールマーチ。展開が早すぎて、実況難しいですね。さあ、ラインアウト。危ないよ。さあ、水木は潰されて。お願いします。危ないよ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 。さあ、先ほど倒したけど、ちょっと合子を通して、空間を通して。さあ、合子さんが相手を出した。さあ、どうか、どうか。さあ、ゴールを相手を当てにする。もう1回取れば、あーちょっと右タイプよりは1回潰して、フルボン。さあ、ジャンプで空中が合わせ、右タイプだ。さあ、押しで、置き攻めは最後ゴーシーを通して、ラウンド取り返すのはゴボさんのカルラ。さあ、最終ラウンド。前から、どこかですか。なんか、そんな形で、全然、助けない。さあ、とりあえずマルチはうろうろして、おっと、レッパーが通ってたよ。これは負けるとトミーさんが言ってます。おっ、そしたらジャンプ C が通って、ジャンプ A サイクルで亀足。さあ、負けはジャンプからの振り込んで返して、キムチを使ってダメージしていく。ヘビー、ヘビー、8B、この時には投げが通らない。おっと、パッシブボールの周りに投げが通って、出来上がりのスカッシャーズはしっかり顔して、タスミーカーが確保を持って勝ったのはセイルルキャメイチーム。はい、で行きましょう。トミーさんのマルチ対、あ、トミーさんちゃう、キャリーさんのマルチ対、高野さんのササラ。はい、開幕は画面端に持っていったが、ジャンプ A でスボーに戻されるあれ、角半っぽいのがガード取ってバスで、はい、対空取って、もう一回画面端に持っていく。移動量が半端ない。ガードガードガーキャンは何とかしてで、はい、対空レイスマ 8B、2C で画面端に持っていく。 2C から稲川割って中央持ってきて投げて、次どうする。タチビカウンターだから確認ヘビーはさすがの下がりスプレーがちっちゃすぎて当たんない。ちっちゃいっていうか後ろにのけずりすぎて当たんない。タッシータッシー、ジャンプ C からどうする。 2A、2A、2B、 ジャンプ C カウンター、シールドバッシュ、バーリアンキック、シールドバッシュ。はい、なんだかんだ言って高野さんの戦い1本取る。第2ラウンド回復して8B が通っちゃう。はい、いっぱいジャンプしてジャンプが通らない。はい、画面端持っていかれて、あーっとカーフになってどうする。あーっとジャンプでちゃんと確認が最後にして投げて、 8B カウンターちょっと安い。はい、第6、はい、第6半分黄色だったら黄色だったら、レイスマから仕掛けして 8B、 あーっと当たんない。ジャンプでジャンプ B が当たって、どうする、タスビーカウンガード、あーどうする。ハリセン、ここでなんと勝ちにいけるか。ハリセン帰ってきない。はい、相手読んでいる。ちょっと奥のキュッキュ、あんまり意味ないところ置いたけ。はい、あのキュッキュが邪魔すぎて、あー、しかもキュッキュが邪魔すぎてコンボまで失敗する。だがコンボをする。第最終ラウンド、あの周りをなんとか避けるか。ジャンプ値が当たんない。はい、稲川ごと切られて、はい、中段は通って、第7つは角半をモップで済ます。はい、周りがいったから勝たないですね。はい、2C で、はい、画面端に持っていって、立ち位、2A、立ち位、はい、テイク 裏側にはちゃんと足に合わせてシールバッシュ。どうする、どうする、ラジビ合わせて、あーっと、なんかよくわかんない回復が出て、あーゲージがなくてよかった。どうする、ラジビか、2C、
ミスが通んない。あ、もう少しですね、虫の息、天気、あ、大丈夫、まーりゃ、あ、息が、おーた、2へ通して、トミーさんのマルチがやられる。はい、10波からジャーマンして、はい、U3固めていく。ヘビーカウンター、さっき当たんなかったけど、ジャンピー、はい、ニエニエ、ヘビースマッシュ、タッチビール、昇竜で中央に戻す。はい、タッチ A にはジャーマン通して、ジャンプ T、 ジャンプ T、 B、 あとガードガード、さっしーからどうすんの、10波10波ヘビースマッシュ、はい、これは魔法狩りを決めてゲージを0、1にする。まだまだアルーンはつらい。 BB を通して体育は待って、うおー、ウィグレードからウィグレードコンボを決めて、繋がってなかったよく見たら。さっしー第2ラウンド、ジャンピー取らない、垂直ジャンプ地をかわして、あ、2ビー対抗もできない。1を通して、はい、シーアイアンからジャンケンに持っていく、はい、じゃあーっと昇竜とジャーマンが噛み合って画面端に持って帰る。リバーソで投げられて、ニエニエ、ニシーでニエに対して対抗していく。昇竜拳で画面端をから逃がさない。8ビー置いちゃって、恐怖アイアン、これはサスキで死ぬんじゃないの。ドーンドーン、強い。はい、1ゲージ対3ゲージだが、まあ、実質あれ2ゲージなのか。あーと、ニグレドとビームは実は2ゲージの方が強い。ヘビースマッシュ、あーと10、魔法狩りは当たんない。あ、ごめんなさい。はい、ジャーマン決められて、立ち火当たって、立ち火、10波弾、10波弾、中段、中段には恐怖を合わせる。中段って言った、ジャンプティーかよ、どうする、18段ガードして、ああ今度は下段が通っちゃって、だからアロンがゲージがない。立ち火カウンター、まずい、立ち火コンボが完璧で、ああ2連をこすっている。ヘビー繋がらない、だがユリラストジャイスを決めて、はい、次どうする、はい、2連をこすっている。はい、お互い何かクラウド投げてどうする、2連先端で、あっ立ち火が通っちゃって、ビューさんの勝利。小屋さんチーム勝利か、小屋さんチーム勝利です。はい、次はケチャンリュウコ対僕とキャメイさんのチームなんで、